劇中に登場する水難関視救助隊と同じコスチュームをつけたライフガードベイウォッチはアメリカで1989年から2001年にかけて放送されたテレビドラマシリーズシーズン11まで制作された日本では1993年から放送されシーズン1のみテレビ東京など民放地上波で1994年まで放送され シーズン2からシーズン6までは NHK の衛星放送の NHKBS2 にて1995年から1999年まで放送された。その他にスピンオフのテレビシリーズベイウォッチナイツが1995年から1997年にかけて44エピソードが放送され、オリジナルビデオが1995年と1998年に2本。 テレビ映画が2003年に1エピソード制作されている。また、キャストを一新した劇場版が2017年に公開されたが日本では劇場公開されずにブルーレイ DVD セットとして発売された。カリフォルニア、サンタモニカ湾沿岸のビーチでの海水浴客の生命や安全をミッチブキャナンなど米ウォッチが海難救助に命をかけ、 そこで働くライフガードたちの活躍を描く、アクションアドベンチャー。レギュラーに加えて、シーズンごとに、新たな美女揃いの隊員が登場するのも見どころ。全世界142カ国で、大ヒットしたドラマ。I am always here, I believe all, I wanna be further lifeline summer of love days of, our love color me blue la la lettu, a few go by current of love, I am always. here, I believe all, I wanna be harder lifeline summer of love, I am gonna miss you days of our love, color me blue, la la let, a few go by current of love. ありがとうございます。